皆さんこんにちは、ビーレジェンドのダンです。今回はトレーニング中やってしまっている効かない無駄な動きを紹介していきます。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを配信しておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。聞いていない無駄な動きをしている人が特に初心者の方には多いので、それはどういう動きなのかっていうのをまず解説していけたらなっていうふうに思います。結構上級者のトレーニーがジムでトレーニングしてるのを見て身を見まねでやるっていうのはあるあるだと思います。それこそ YouTube でこういうトレーニングしてるから、じゃあ真似してこのトレーニングしようってなった時に、上級者のトレーニングとかだとアームカールで言うと、この収縮したポイントでちょっと休憩してる風の雰囲気の時があるんですけど、上級者はどちらかというとこのポイントで止めてる理由は、収縮してる時間を長くしたりとか、しっかりと筋肉にアプローチする時間でもあるんですけど、ここを休憩と勘違いしてこの辺でちょっと楽なフォームになって力を抜いちゃう人っていうのがやっぱ初心者には見受けられます。なので今回この収縮と休憩の違いっていうのを、ベンチプレス、ラットプルダウン、そしてインクラインアームカール、この3種目で紹介していきたいなっていうふうに思います。まずベンチプレス解説していきます。ベンチプレスはですね、しっかり5ポイントコンタクト、頭つけて、肩つけて、お尻つけて、足、両足地面につけてっていろいろあるんですけど、このベンチプレスでよくあるのが肘のロックなんですけど、やっぱり皆さん最初上げた時はどちらかというと肘でロックして、ちょっとここでまた姿勢を意識してから、そこから入ることも多いんですけど、初心者の方で多いのはこのグーッと1レップ目上げました、ここでこう一回一回このロックしちゃう、この細かい動きですね。肘が伸びきってるかちょっと曲がってるかの意識です。肘が伸びきったとしても胸をしっかり張って胸を寄せるようなイメージで肘が伸びきる分には休憩じゃないんで全然 OK なんですけど、どちらかというと背中がちょっと丸まった状態で、最初はこの胸を張ることができないんで、結果肘伸ばすと勝手にロックになって胸から負荷が全て抜けてしまうという、この無駄な時間が発生してしまうんで、最初この胸が張れない、張りにくいっていう時はもう一番は伸ばしきらずに、もうこのぐらいまで上げたら次も下ろしちゃってもいいです。全然ここまでも上げる必要も全然ないんで、どちらかというとこの下ろす時しっかりと意識して、上げる時はもうここまで上げたらもう次上げる、はい、ここまで上げたら次下げてまた上げる、このぐらいの方が筋肉に負担をしっかりとかけられる時間が長いのでおすすめです。ベンチプレスはこの肘のロックあるかあるかないか、しっかりと胸に負荷が乗せれてるかっていうポイントです。続いてラットプルダウンをやっていきます。でラットプルダウンなんですけども、結構多いのが、戻す時にしっかりと戻しきってこうグッと抜けちゃう人、これ確かに大円筋っていう背中の筋肉まで伸ばすことができるんで、ストレッチをかけたいならいいかもしれないんですけど、広背筋、しっかりと背中の筋肉、肩甲骨のコントロールだったりもあるんですけど、そこの意識を抜きにくくするには、肩をここまで上げちゃうと次から腕で引いちゃうようになるんで、あんまりやらない方がいいです。コントロールできるならいいんですけど、コントロールできない場合はおすすめしません。なのでイメージはここから一旦胸を張る意識でセッティングして、戻す時も肘、今後ろから見ていただいた時に僕の肘がこう伸びきってないのと、肩がさっきみたいに怖がらずにこう下がってる状態が分かると思うんですけど、この下がった状態の最大で止めて引く、戻す時に上まで戻そうとせずに自分のこの最大の可動域で引く、戻していった時にこうならないようにしっかりここで意識したまま止めて上げる、こういうイメージですね。ラットプルの場合はこの動きです。この動きになると大体もうここから腕になっちゃって背中の動きが悪くなってしまうので、まずは胸を張る姿勢の時にちょっと後ろに胸張って持たれてバーがついてきた子を覚えて、体をちょっと立てる、このまま引く、こういう意識をすることで背中から負荷が抜けずにしっかりと背中を追い込むことができるので、広背筋そして大円筋にもしっかりとアプローチができるのと、あとは肩甲骨を下げたままやってるので、結構ラットプル終わった後に肩上げながらやったりすると
腕が疲れるだけじゃなくて肩凝ってきたなとか、無理やりやりすぎると次頭痛なってきたなとかあると思うんですけど、こういうのは結局肩の凝りから来ているので、この僧帽筋がぐっと収縮してしまう肩が上がる動作は基本的に NG にして、下げて下げた状態をキープしたとこまでしか戻さない。割と可動域が狭くなるからいいのって思うかもしれないですけど、可動域が別に狭まっても大丈夫です。戻しきってしまって抜けて腕になるが一番 NG なんで、あと無駄な動きになってしまうんです。あんまり自分の求めた効果が出ないっていうのは皆さん嫌だと思うんで、トレーニングしない時もこの動きで胸を張る張る、この繰り返しをぜひやってあげてください。これ実は肩甲骨の運動にもなるんでおすすめです。ラスト種目、インクラインアームカールすると思うんですけど、よく見る動作、僕は結構足上げてやるんで、ちょっと足上げてやりますね。だいたいここでだいたいこういう感じで休憩してる人おるんですよ。よく見ると思うんですけど、実はこの人マッチやなって人がやってる時って、ここでしっかり負荷を抜かずにめっちゃ収縮させて最大限の緊張感を与えてるんですけど、それを見よう見まねにやると、あ、この辺楽やからちょっと休憩の時間なんかなと思って、ここを下ろす時にまた力入れて、で上げる時ここ肘出たあかんとかは結構そういう動画とかの解説で出てきたりするんで、そこは意識するけど、この上げた時はあんま誰も触れてないんで、ここで休憩しちゃうことが多いです。で実はこれ肘の位置、動かす動かさない問題があると思うんですけど、最初ここの意識を抜かないようにするには、胸を張った状態で肘を前に出して、これを肩につけないように、この肩のフロントの手前でこのちょっと小指をひねった状態でここで止めてあげる。肘を上げると嫌でももう二頭筋に収縮が入るんで、この状態で止めて下ろしていくときに肘の本来の位置に戻してから固定したまま下ろす。上げるときまでは一緒やけど、ここから肘上げるけど、ここでグッとポイントを入れてあげると、上げた状態でもずっと負荷が乗ってきます。でこの時に肩がこうやって上がると良くないんで、しっかり肩を下げた状態で止める。これ結構難しいんですけど、この肩の位置でこうやってやるとここで休憩になっちゃうんで、肘上げて無理やりもう休憩できない状態を作る。どんだけ落としても休憩できず、ずっと二頭筋に負荷が乗るので、ちょっと肘を前に出してあげることだけで、ここのポイントでしっかり負荷を与えられる分、すごい効率よくこのインクラインアームカールをすることができます。割と肘を絶対に動かさないようにっていう言い方を動画の解説とかでもしてたり、僕も解説でこのアームカールの本来のやり方みたいなところで、あんまり位置をずらさないようにしっかりと固定したままやりましょうって言ってるんですけど、割とこの収縮ポイントは話が長くなるからみんなカットしてるんですよね。肘のこの前に出すこの小さなポイントっていうのはすごい大事になります。だから大きい人とかをジムで見てもらうと、あ、肘ちょっと動いてるやんって思うかもしれないです。この辺で上げてる人、ここまで上げずにこの辺で止めてる、このぐらいの距離感で止めてる、ここまで行ってる人はいないです。ここまで行ってる人は肘上げてる。これはちょっと見てもらったらわかるかなと思います。このポイントだけですごい二頭筋の負荷ってさらにもう倍ぐらいかかってくるっていうのと、このダブルバイをした時のこのピークの部分っていうのは、ここで肘を上げてしっかりグッと入れてあげることによって作られてくるので、こうやってやった時に力こぶ出てくるっていうのは、ここの収縮のこの意識とか抜かない意識ができるとすぐに膨らんでくるようにも見えたりもするので、ぜひ腕はね、体感しやすい部位にもなってくるんで、無駄な動きをなくして筋肉に負荷を与えることをおすすめします。まあ、人によって効く角度とかも変わってきたりはするので、僕がこの説明をしてるからこのままやったら全然効かへんやんっていう意見も出てくるんじゃないかなとは思うんですけども、自分ならではのここでこうやったらこういう原理が働くなら、ちょっと内側に手を動かしてみようとか、ちょっと外にひねってみようとか、この小さな動きだけでも一気に筋肉の収縮の感じとかは変わってくるんで、ぜひ自分の角度を見つけながら、今の考え方を参考にフォームを見直してみてください。参考になった方はいいね、チャンネルの登録よろしくお願いいたします。気になることはコメントにいただければコメントで返させていただきますので、ぜひコメントもお待ちしております。概要欄には新商品など掲載もしておりますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。公式 LINE でもお得な情報を配信しておりますので、この機会にぜひ友達登録をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。